スタジオレイン後輩くんいるかーい予言目め終わってすぐ来たからどこにも行ってないはずなんだけどおやば一気にクラス中の生徒が <laughs> ごめんね少しどいてねあー <laughs> ごめんごめんお昼ご飯は また今度誘ってねさーて後輩くんはお <laughs> いたいたやあ今日も相変わらず元気なさそうだねご飯、ちゃんと食べてるかい何のようですかって <laughs> また たたく、冷たいなお昼一緒に食べようよなんで僕なんですかかいまったく君はいつもそう言って僕の誘いを断ろうとするよね確かに僕は学校一の人気者ファンクラブの生徒曰く王子様だっけ だという自覚はあるよ。でもね、だからといって君と仲良くすることには何の問題もないじゃないか。恐れ多いとか、僕なんかがーなんて思う必要はないんだよ。<laughs> ほーら、早く屋上行こう。君、いつも惣菜パンばかり食べてるだろ。う。<laughs> だからほら、ね <laughs> やっと折れてくれたそれじゃ屋上に出発 <laughs> どうだいお弁当割れながら自信作だと思うんだがどうだろうか 美味しい <laughs> 本当 <laughs> やったー <laughs> いろんなものを詰めたけど、後輩くんはどれが好きだいあ <laughs> <laughs> それか。<laughs> うんうん、わかった。それじゃあ、明日もそれを作って入れておこう。<laughs> あ、何のことって <laughs>、決まってるじゃないか。 これから毎日、僕が君のためにお弁当を持ってきてあげるからさ。<laughs> 好きなものはあらかじめ把握しておきたかったんだよ。あ、そうそう。和風、洋風中華。後輩くんはどれが一番好きだいあとあと、味付けは濃いめがいいとか、薄めがいいとかも教えてくれると嬉しいな。<laughs> ああ どうして自分にそこまでしてくれるんですかってああ <laughs> えっとそれ聞くう <laughs> 君は案外意地悪なのかもしれないな <laughs> いや後輩君のことだきっと意図してそんなことを言ってるわけではないんだろう 分かったいいだろう教えてあげる僕はね君のことがああくそ。なんてタイミングだ五限目の予霊なったし戻らないとね 何を言いかけたのか知りたいかいそれはやっぱ秘密また今度教えてあげるうんそれじゃまた放課後にバイバイ後輩くん 察しが悪いなでもそんなところもまた <laughs> 僕をただ一人素直な心で見てくれる後輩くん <laughs> 周りからは王子様だ何だとはやし立てられているけれど僕だって一人の女性なんだ 女が男に弁当を作る理由なんて一つしかないじゃないかうん <laughs> <laughs> 後輩くん今日も疲れたねテスト前だかわからないけれど授業もなんかみっちり詰まってる感じがしたよ そそうそう、突然で悪いんだけど放課後空いてる <laughs> デートしようよ <laughs> どうしたのさそんなにびっくりした顔をして <laughs> ゲームセンターに欲しいぬいぐるみがあってさ後輩くんそういうのうまそうだろだから 僕に取り方教えてよ。ね。<laughs> もちろんお礼はするから。ね。<laughs> ね。<laughs> やったー <laughs> 後輩くん真面目そうだから放課後デートとか断りそうな気がしてたけど、<laughs> 案外すんなり受け入れてくれて嬉しいよ。 お,おっささ早く行こうぬいぐるみなくなっちゃうからさうんう、まあ、これ本当に取れるあ、うん次は右アームそれで奥を持ち上げる。 でうわあすごいすごい本当 <laughs> に取れた <laughs> やった <laughs> やったー <laughs> イエーイハイタッチ <laughs> ありがとう後輩くんクレーンゲーム得意なんだね惚 <laughs> れ直したよおいああいやあのう見直した 見直したって言ったんだ <laughs> なんか後輩君っていつも一人でぐでってしてたからさ意外な調所っていうかああーごめんごめんそんなにショック受けないでそれ以外にも君のいいところはいっぱいあるよああーそ,そうだぬ <laughs> いぐるみ取れたし君へのお礼は弾まないといけないな あな何か食べたいものはあるかい今日は僕がぜーんぶおごってあげるほ <laughs> ーら落ち込んでないでね <laughs>、まあ、なはだかいろいろしてたら遅くなっちゃったなすっかり日もくれちゃった <laughs> 遅くまで付き合わせちゃってごめんね。え美味しいものいっぱい食べられたからいい <laughs> 君ってやつは意外と現金なんだね。あはは、いや、そんな気で言ったわけじゃないのわかってるよ。でもまあ、よければまた、今度もこうやってデートしてくれると嬉しいな。ぬいぐるみを取るためとか、そんな建前なんかなしにね。 えァ <laughs> どうしたんだい顔が赤い気がするけど気のせいかな <laughs> ねえ後輩くんさえ良ければなんだけどこのあとほっと この時間帯だからこういうこともあるか <laughs> ああ大丈夫ナンパには慣れてるからさ任せておいてよああお兄さんたち。誘いは嬉しいけど今僕はでちょちょちょっと後輩くん何してえこの人は僕の彼女ですから手を 出ささないいでくださいって…うわあちょちょ手引っ張ってっ <laughs> ちょちょっともう大丈夫大丈夫だからあの人たち追っかけてきてないから <laughs> うんここまで逃げ切れたのなら 大丈夫だと思うよ <laughs> まさか後輩君に守られてしまうとはね <laughs> 僕を助けようとして勇気を振り絞ってくれたのかい <laughs> まったく君は もしあの男たちが怒って君に危害を加えてきたらどうするつもりだったんだい僕はああいうやからの対応には慣れてる少し考えた上で行動することをおすすめするよえ考えた上でああした困った顔の僕を放っておけなかったから。 <laughs> そっか <laughs> 次からはやめてよねほんとでも嬉しかったしかっこよかったよ <laughs> 嘘じゃないほんとさ怖がりながらも僕を守ろうとする男らしい姿に 僕の手を引く力強さに思わずキュンとしてしまった君はきっと純粋に僕を守ろうとしてくれたというのに僕はその行動に <laughs> ごめんね後輩君僕はこれから 君にひどいことをする。でももう我慢できないんだだから許してくれよ <laughs> ほーら僕の目をよーく見て僕の匂いを嗅いで、 <laughs> 力が抜けてしまったのかい普段から僕の放つ香りに強いみたいだから魅了の魔眼が効くかどうかはおかげだったんだがうまく魅了されてくれたようでよかったよハーフとはいえど僕もやはりサキュバスということか さ、急いで逃げてきたから周りはよく見ていなかったんだろう <laughs> ここはホテル街 <laughs> 男と女が快楽にふける夜の街さ <laughs> 今宵は僕たちもそんな男女と同じように快楽に酔いしれようじゃないか<笑><笑> 意外とラブホテルの受付ってザルなんだね <laughs> 制服を着てる僕たちに文句一つ言わないなんてそれともそういうプレーだと思われてしまったのかな <laughs> ちょっと聞いてるそんなとろけた顔で見ないでよああもう無理ほんと無理 ねこっち来てキスしようあん…うんああ <laughs> 後輩君のファーストキス <laughs> もらっちゃったうん知ってるんだよ君のことならなんでも <laughs> ファンクラブの生徒たちに後輩君のこと言いっぱい。 いいいっっぱ聞ちゃったからね中学高校と君はずっと異性の付き合いがないだからキスは初めてもちろん童貞でうぶな男の子というわけだねそれ以外にも。 君が好きなアニメや漫画のヒロイン、苦手な科目、好きな料理も全部知ってるよー、うん、<laughs> 君が本当は僕みたいな王子様系のかっこいい女の人が好きだってことももちろん知ってる <laughs> そのためにこうやって髪型も君好みに変えた 一人称とか話し方だって変えたんだ全ては君に好きになってもらうために <laughs> なのにゴんイご愛くんってやつは僕がどれだけアプローチしても全然告白してくれないし僕の行為に気づいてもくれない <laughs> なのに なのになのにあんなかっこいいことされたらもう我慢なんてできないよ <laughs> ねえ早くベッド行こうねたっぷり可愛がってあげるからさ <laughs> <laughs> 突然僕が表現してびっくりしたかな <laughs> でもね <laughs> 僕の本能を刺激する君が悪いんだよ最初からそうだ幸愛くんはずっとずっと僕の本能を刺激し続けるふふ <laughs> 何のことかわからないかい そそりゃううだろうね。後輩くんみたいな普通の人間には魔力も見えないだろうし <laughs> うんそれなら君にも見える姿で僕のことを教えてあげるよウッ <laughs> その顔、<laughs> いいね見てよ、この黒々とした翼と曲がった螺旋の角。<laughs> 僕ね、サキバスなんだ。<laughs> とは言っても、まあ、人間とのハーフなんだけどね。驚いてる驚いてる。あ <laughs>、そうだよね。サキバスなんて、 漫画やアニメでしか見たことないもんね。<laughs> でも、これは現実。ずっと昔からサキュバスとかの魔族は人間に隠れてひっそり生きてきた。<laughs> ほら、君の学年で一番頭いい田中さん。あの子とか、魔女の家系だよ。<laughs> ま、何が言いたいかっていうと、 魔族はちゃんと現実に存在する種族ってこと。<laughs> でもね、うまく擬態しているつもりでも魔族は無意識のうちに本能を出してしまう。<laughs> 僕のようなサキバスにおける本能。それは人間を無差別に魅了してしまうこと。 僕が校内で随一の人気を持つのは顔立ちやスタイルがいいってこともあるけど <laughs> その魅力が大きいんだ <laughs> 僕は無意識のうちに全身から人間を魅了するフェロモンを放っている <laughs> だから普通の人間は僕を一目見ただけで僕の虜になってしまう <laughs> そう 普通の人間はね。ウ <laughs> 後輩くんだけはね、違ったんだ。得意体質ってやつなのかな。僕の近くにいても、それこそ隣で密着していても、君は僕に劣情を催さなかった。あはは、そんな人間には初めて出会ったから。 最初はひどく驚いたよ <laughs> 初めて出会った時のこと覚えてるかい僕が後輩くんの近くでやたら驚いていたのはそれが原因というわけだ <laughs> あ <laughs> あのね僕このサキバスの体質のことあんまりよく思ってなかったんだ だって、師と関係なしに僕のことを好きにしてしまうなんて、あんまりいいことじゃない。もしかしたら、その人に好きな人がいたのかもしれない。誰かと愛し合っていたのかもしれない。でも、そんな人でも関係なしに僕は魅了してしまう。ああサキュバスの色化で惑わせて、その人の意志をねじ曲げてしまうんだ。 でもだからこそ後輩んはただ一人僕を色化に惑わされてないシラフの状態で見てくれるだから好きなんだ愛しているんだ僕を僕として見てくれる。 <laughs> 好,き <laughs> 好き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  <laughs> 大好きねえサケバスの体質あんまりよく思ってないって言ったけどさ <laughs> 今はねあんまりこれも悪くないなって思ってるんだだって後輩くんをこうして無理やり虜りにすることだって できるんだからさ <laughs> いくら得意体質といえど本気のサキュバスの魅力に人間が勝てるはずがない <laughs> いつまでたっても察しが悪い君が頑張って僕を守ってくれようとした時 <laughs> あの時僕は嫌をしていた本能を受け入れた <laughs> この男は自分のものにしろ 自分だけのオスにしろ頭の中でささやいてくるもう一人の僕を受け入れたんだだからもう我慢しない <laughs> 本能を抑え込んだりしないサキュバスの本能魅力色化手腕その全てを使って君を僕の虜にする。 <laughs> 徹底的にねちっこくいじめて可愛がって <laughs> 僕のものにするね後輩くん大好きだよ